東京商工会議所東京商工会議所は東京特部に事業所を置く企業団体で運営されている商工会議所商工会議所は一般に首都の一定地区ごとに組織されるが東京特部は23区全体に対して一つの商工会議所が組織されその下に各区ごとの当省の支部が設置されているまた 東京都全体の商工会議所を管轄する東京都商工会議所連合会に加盟している。回答は官例として日本商工会議所回答を兼任する。会員数は約8万件。1877年12月27日、渋沢栄一、増田隆福地玄一郎、大倉喜八郎らが東京商工会議所設立を出願した。 1878年3月12日に認可され、東京商法会議所として設立。初代回答は、渋沢栄一。1891年7月、東京商業会議所。1928年1月より、東京商工会議所となる。旧東京商工会議所ビル、東京商工会議所ビル、富士ビルジング、東京海間ビルの3棟の一体建て替えプロジェクトで、 完成した丸の内28ビルにおいて、当証は地下2階地上6階の一部を区分所有する。1階のエントランスは、日比谷通り、馬場先通りに面し総合案内と、隠し展示会が可能な多目的スペースが配置され、エレベーターホールでは既存ビルで、仕様の大遺跡を再利用し、仙台からのビルの歴史を継承している。5階には移動観覧席と、 電動昇降ステージを備えた東証グランドホールのほか、発出の会議室が設けられた。ありがとうございます。